女子ロードレースもいよいよキングオブクラシックを迎えます。第19回のロンドファンフランデーレンハイライトでお届けします。男子では17の激坂を越えますが、距離 158.6km の女子のコースでは11位。しかし今年は史上初めて石畳の激坂コッペンベルグが採用されています。レースの難易度は過去最高と言えるでしょう。レースは残り 77km、 序盤にできた逃げから EF のホンシンガーとバルカーのバリルが2名でモーレンベルグを先頭で走ります。メイン集団からはトレックスガフレードのブラントが攻撃に出ました。シクロクロス世界チャンピオンの鮮やかな石畳さばき。しかし他のチームがディフェンシブな動きを取ったことで大きく集団の人数が減ることはありませんでした。メイン集団から飛び出していったのはセラティジットのアレッシオ。この動きにさらにヒューマンパワードヘルスのラーイ・マーカース、ルコルバフのファンデルデューインが加わって先頭に追いつきました。5名のグループを形成しています。残り45km、女子レース史上初めてのコッペンベルグです。最大勾配 22% の石畳の激坂。ここで快調な走りを見せたのはルコルバフのファンデルデューインでした。一方のメイン集団は人数を減らしこそすれ、コッペンベルグでは動きは起こりませんでした。モビスターが前年覇者ファンフルーテのためにコントロールしています。フィニッシュが近づくにつれ雨が降り始めました。残り37km、タイエンベルク。ここで先頭では好調のファンデルデューインがさらなる踏みを見せています。一方で縦に伸びていくメイン集団の最後方、世界チャンピオンのバルサマの姿がここにありました。ここまでワールドツアーレース3連勝中の彼女ですが、この石畳のクラシックには苦しんでいます。残り33km で各チームのサブエースが動き始めました。エフデジのチャップマン、ユンボのヘンダーソン、モビスターのシエラらが先頭グループを追い抜いていきます。残す上り坂は3つ、メイン集団も人数が少なくなってきました。残り 28km、 クルイスベルク。このメイン集団からはファンフルテンが猛然とペースアップ。エフデジのブラウン、そして SD ワークスのコペッキーが追いすがります。ファンフルテンは自身の勝ちパターンである独走になんとか持ち込みたいところ。一方の先頭グループはオーデクワーレモントへやってきました。 SD ワークスのスイスチャンピオンローセルが軽快に雨に濡れた石畳の激坂を登ります。ここにはFデジのチャップマンが続いていきました。力強い走りを見せたファンフルーテンですが、コペッキーとシャンタルブラック、 SD ワークスの2名を連れてきてしまいました。この3名は逃げからこぼれた選手たちを拾い、なおも先頭を目指します。そして迎えた最後の上り、パーテルベルグ。先頭を走るローセルにファンフルテンたちが追いついてきました。しかしここには SD ワークスが3名、数的不利を打開するためにファンフルテンはなおもアタックで抜け出しを試みますが決まりません。逆に数を揃える SD ワークス、ブラークが定石通りのカウンターアタックで攻撃に出ます。これを追わなければならないのはファンフルテン、そして彼女が動けばもちろんコペッキーがここをマークします。先頭は3名に絞られました。 SD ワークスは理想的な形に持ち込みました。ブラークはここから先頭固定でアシストに徹します。純粋なスプリントでは分が悪いファンフルテン、何かしたいところですが、 SD ワークス鉄壁の走りの前にフィニッシュラインが近づきます。牽制小細工一切なしのスプリントに打って出たファンフルテン、その後ろからコペッキーが冷静にスプリントを開始。夕日に照らされたオーデナールでのフィニッシュラインに先頭で飛び込んでいったのはベルギーチャンピオンでした。コペッキーがロンドビッグタイトルを手に入れます。ベルギー人によるロンド優勝は史上2人目。コペッキーはその名を歴史に刻みました。優れたチーム力とファストフィニッシャーがきっちりと決め切った SD ワークス、ここのところ結果に結びつかないレースが続いていましたが、ロンドという大舞台できっちり修正し栄冠をつかみ取りました。女子ロンド結果です。4位には集団の頭を取ったシエラ、ルーセル、ルドビック、ブラウン、ニエビアドマン、チャップマン、バスティアネッリというトップ10でした。
コペッキーはストラデビアンキに続くビッグタイトル、次なる目標はパリルーベです。 GCN プラスでは世界各国のロードレースをシーズン中ライブでお届けしています。ワールドツアーレースはもちろん、これまでライブ放送がなかった各地のレースや女子レースも放映しています。ぜひサブスクリプション登録をして充実のロードレース観戦をお楽しみください。